ターシャっているじゃないですか。あはいはい、かわいい。終わり。あの子かわいい。つまりあれね、はい、第一の試練に行ってるんですか。うん、行ったんですけど、はいはい、なんかうざいじゃないですか、なんかビリビリするじゃないですか。するね。でなんかしかもよくわかんないうちに、はいはい、死にました。あ、多分ブレイフローユーザーあるある、あるある、あのよくわかんないけど死んだ、なんで死んだんやろみたいな感じ。というわけで、はい、第一の試練を攻略してくれよっていう、はい、そう、そういう人はやっぱりいっぱいいると思うんですよね。そうですね、私の他にも。はい、じゃあこちらね、はい、第一の試練、第一の試練、チャレンジが25ターン以内にクリアで、アイテムを6回以上使用しないで、誰も戦闘不能にならない。うん、アイテムがえげつない。あー、これ逆にいけるんですか。正直ね、コンプリート報酬めっちゃ強いんですけど、うんうんうん、あ、そう、さっき言ったそのビリビリ、はい、あれがどうしてもアイテムを使わざるを得ないんで、いや本当にね、しばらく放置してたら麻痺無効とかないかなみたいな。これね、今やるのは結構きつい本当に。まあ、とりあえずクリアね。そうです、とりあえずは、とりあえずは、うん、あとはルックにも一応あって、はい、アイテムの薬師、薬師、薬師、ここのあ、ほうほうほう、なんか蘇生薬を2個持てるようになるっていうすごいいいやつ。お、すごい、これすごいよね、すごい。え、それってこれの報酬でなるもんなんですか。そう、試練報酬なんだよね。へー。でもう一個研究所の試練、はい、はい、にさっき25ターンっていうチャレンジあったのに、はいはいはい、こっちは20ターンってね。え、で、あのなんか称号を緑にできる。あ、ちょうど今僕が今緑なんですけど、緑ですね、にできるようになる。あとはジバーディにバルガス、バルガス持ってます。あ、バルガスは持って、いう感じ、バルガス、バルガスは持ってで、あんまりなんかね、すごい強いキャラとかを使っても、うん、先に奪われるんで。私ね、持ってないんですけど。あ、そう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 、怒りますよ、切れられるんで、はい。というわけで今回もあのメルキオ戦に引き続き、ほう、あの課金キャラはなし。バルガス、バルガス、主人公、焼き鳥、はい、アグニ、ライン。ランシアは使わない。ランシアね、そう、なんか一回ね、最初の頃のランシア紹介の時に、はい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 、必須ちゃうとか言ってましたけど、うん、意外となくてもいける。だから XBB を打てる編成ではないですよね。だって、うん、あのラバンもいないし、はい、ランシアもいないし、うん、え、大丈夫なんですか、うん、え、で、あのスフィアも2個つけない、 SBB も使わない。え、確かにスフィアついてない。え、大丈夫ですか。その状況下でアイテム6個以上使用しない以外を全部終わらせたらラッキーかなっていう目標でね。いや、ただ正直ね、狙われ続けたら死ぬんですよ。それは事故。やだ。じゃあパーティー紹介ね。あ、お願いします。まあ、ご存知バルガス。はい、あのね、攻撃防御どっちも 20% っていうのが素晴らしい。メタスキル。スフィアは本当はね、あの 20% 20% のダイナがいいんですけど、はい、ちょっと控えめな方で。なんで？さっき見た作れねえよそんなもんって。あ、切れてくる。あ、そういうことか。というわけで、はい、全員精霊の探検かな。はい。あ、はいはい、あ、それなら私でもいけそう。主人公はなんかよくわかんないけど攻防 15% と攻撃 5% をつけた。はい、よくわかんないけど、うん、なんかステアップしようっていう。そうですね、まあ、大事ですからね、うん、へー。バルガスも精霊だけ。はいはい、そんな感じで、まあ、一応多分前は多分 BB レベル上げが一番めんどくさい。あー、うん、まあ、でもしやすそうだね。逆にランシアとか使ったらもうちょっと楽になるみたいな。あれは、あ、でもそんな変わんないんですよ。そうなんだ。結局はその敵の行動をちゃんと理解していれば、うん、なんとかなるんじゃないっていう。あ、それ私じゃないですか。よくわかんないけど死んだわ。じゃあいきますか。はい、お願いします。はい、あ、ちなみにどこまで行きました。なんかとりあえず、はいはい、変身は見届けました。あ、はいはいはい、そっから、はい、なんか攻撃が強化されて、はい、ああってなった。なんか知らん間に死んでた。じゃあとりあえずまあ変身まで行きますか。お、とりあえずそのビリビリしてくるのは2ターンに1回。いやー、これ結構きつくないですか。なんかね、椿っていう文字が来たらビリビリ技。はあ。ただ絶対ではないんで、運が良かったらまひらない、うん、なるほど。
まひらないで。はい、まひた。そう、これがあるからアイテムを5回以内っていうのが本当にきつい、うん、いや無理じゃないですか。というわけで、まあ、今回はアイテムは置いといて、はい、アイテムに関してはそのダブルスフィアとかにしたらまあ楽になるよね。なるほど。体勢つけたりとか、はいはいはい、もっと軽く上げたりとかできるんで。なるほど。まあ、今はちょっとね無理にやるなら相当の覚悟が必要だよね。うん、やだ、何回もやり直すのやだよ、うん、まずは倒そう。はい。で3ターンごとに全体攻撃をしてくる。はい、この、あ、これね、それかな、多分これ結構きついね。それで死んだのかな。で4ターン目ちょっと大事なんですよ。お、4ターン、ここで変身させてはいけない。え、あれ、私させたかな、わかんない。あ、でもこんなに削れないからさせてない。うん、はい。あ、椿、あですよね、主人公さんが。で、なんでかっていうと、はい、なんでですか。アイテム間違えたな。お、やり直していい。お、お、徳さんおかえりなさい。ちょっとただいま。何をこの変身するときに、はい、警服をさあ使うぞと思ったら、はい、なんか強化するやつだった。なるほど、なんか肉みたいなやつありましたもんね。確かにね、美味しそうだなと思って。まあ、別に多分いいんですけどね。へ、じゃあ、はい、5ターン目に半分切らせます。はい。で、まあ何でもいいんですけど何かしらの手段で回復します。ほう。今回は警服攻。警服攻。で、アグに溜まってるけど、はい、半分切ったら全開するんで。もったいないからしません。いやね。で、ターンごとの回復でドンって、はい、あ、かわいいんだけどね、ほんとね、ほんとね、はい、ああ、これマジ。ここからね、はい、ここからね、結構つらいんですよね。なんで死んだんかな、わかんないけど、ほんとに。で、第二形態、はい、まあ、第二形態、はい、ここからその、3と5の倍数以外の2の倍数で分かった？前列か後列に攻撃してくる。え、あ、ん？ちょっと今文字にします。3と5の倍数以外の2の倍数。3と5の倍数以外の2の倍数。なのでだから4ターン目には変身させないんですよ。はあ。4ターン目に変身するとその3と5の倍数以外の2の倍数になるんで。はい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 、はい。一旦待って5ターン目に変身させてこっから。なるほど。うん。で6ターン目にそのさっきの3ターンごとの全体攻撃ややこしいねが来るんで、まあ特攻してもいいんですけど。特攻してもいいんですか。まあ狙わ どっちにしろね、あの狙われ続けたら死ぬんで。まあ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 、まあ、なんならねやっぱ時間短い方がね。というわけでいきまーす。ゴー。でこのオルタナがやっぱ強くて、はい、オルタナ結構ねちょっと育成してるんですけど、この召喚師の威力を上げるし、おてかもうあれだけでいいかな、一番上だけでいい。ええそうなんですか。え、要は今星5の召喚師は、はい、このオルタナが4ポイントなんですけど、はい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 、なのでもうその消費 ALT1 を4回打った方が強い。あ、3とか使わなくて。へえ、アメカってあれですよね、2番目は敵1列だし3番目は全体なんで。あ、確かに単体だったら確かに確かに160パーで強いし、強い、自分強くなるし。ほう、確かにそう考えるといいですね。というわけでオルタナ使いで、あの主人公とバルガスで火力も上げまして、はい、全体攻撃しまして、はい、狙われないことを祈る。頼むって。あー、綺麗。はい、なんかうまいこといきましたね。なんかね、もうリードだけはもうそれはしょうがない。でまだ確かそのターンごとの回復が残ってるんですけど、あと1ターン、それでも結構削れた人は回復しようかなって。そうですね、怖いから。いや、これアイテム無理っすね、マジでね。これね、5個はきつきつ。まあ本当はね、そのランシアがいればもうちょっとは緩い。なるほどぞ。すごいな、人生で初めてのトーンの、なるほど。いやで、このリード、はい、あのドロップイント、あ、あれが絆召喚。あ、持ってない。あ、引けなかった。うん、後で引きます。どうにか。これがそのターンごとの BB 増加があるんで、はい、結構 BB 回しが楽になるんで。
優秀、むしろ必須なのではと思い、まあ、なくてもいいですけどね。本当ですか？いたら楽。で、8は？8は3とこじゃないか、なんかしてきますね。そう、はい、で、前列が壊れたんですけど、現状どっちかよくわかんないんで、わかんないんだ。まあ、いいんじゃない。え知識だけ入れた、うん、え狙われなかったらいいんじゃないかな。これ運ゲー。あー、やだもっとバラして。いよいよ、いよいよ、いよおおー、はい、すごい。で、9ターン目にまた何かがしてくる、はい、9はなんだっけ、その3ターンごとの全体ボス。あ、3ターンごとね。本当ね、ややこしいよね。え、まあ、全開しておいて、はい、行っちゃってもいいのかな。で、結構ね、この攻略、なんかね、武神薬をあまり使わないんですよね。そうですね、確かに。なので、このアグニ持ってたらですけど、はい、このアグニがおこの 60% の確率で2ターン怪我状態へすると敵の攻撃が下がるんで、わ、これかなり楽かな。頑張ってほしいですけどね。で、あの SBB 使っちゃダメなので自分縛りで BB で応答します。怪我になってない、なってない。 60% を引けない。うぅ、 38% の方、あれ 38% か、危ない。まあ 60% って言っても多分敵に耐性があったら実際はね、多分ずれたりするんで、ほー、わかんないですね。で、もうここまでは来てない。ん、この辺まではもう来てないですか。あ、もう死んでます多分、はい、どっかで変身した後の半分の時に大技が来ます。はい、あ、そうなんですね。いやですね、おばあちゃんかな。いやですね。で、どうしようかな。もう来ますね、本当、もう来ますね。理想は、はい、その結構ワンの時もそうなんだけど、大技の準備して大技を打ってくるんですけど、うん、はい、その時だけはその何ターンごととかのやつは来ないんで、あ、確かに、そこと何かが被るといい、うん、みたいな、そうそう、みたいな、みたいな。なんですけど、今これ削ると10ターン目に大技の準備をして、はい、11ターン目に大技が来ます、はい、で、12ターン目に全体攻撃が来ます。ああ、ちょっとやめっていう。確かに。え、どうするんですか。ガードかな。かん、え、でもちょっとラムザーとか結構、あ、ね、ですよね、ですよね、ですよね。で、10はその5の倍数なんで、はい、5の倍数、別のやつは来ない。なるほど。麻痺だけは来る。麻痺るね。80% ぐらいかな。で、ここで削ることによって、うん、はい、どうしようかな。はい、意外と軽くないな。で、大穴がきます。きますよ、精神統一からの、はい、はい、怖い。で、回復して、はい、で、こっからは割ともうゴリゴリ行きたい。おー、そうなんですか。あ、でもまだね、はい、結構ね、怖いよね。で、半分切るとなんか敵にバフが入って、え、攻撃力アップ 10% アップ、あと997ターンっていう。もう、え、永続って書いてる、書いてるっていう。もう何それ、直す気ねえだろっていうね。うん、やばいですね。まあ、怖いんですけど、で、14ターン目はそのあれね、3と5の倍数以外の2の倍数なんで。あー、ほんとだ。結構ね、どっちですかね、いきますね。怖いですけど、まあでも、まあ大丈夫じゃないですか、ね、怪我入れ、怪我入らない、入らないですね。やめて、やめて、やめて。あー、残念。これね、運がいいですね。これいけてればね、その戦闘不能にならないっていうね。そうですね。いや、もうこれでも、まあまあまあ、クリアできても何回か向き合わなきゃいけない可能性がとても高い。そうですね。はぁ、あ、まあ、仕方ないんで、とりあえず倒しますか。はい、お、はい。で、25% 切ったら、はい、また大技が来るんですけど、はい、で、
自信があるならここでゴリ押ししてもいい。いや、どけど、なんかバルガスとアグニが怪我してるから怖い。確かに確かに怖いなこれ。あ、なるかこれ。あ、治るじゃん。え、何で治るんですか。え、待って、これ何でも治るんですね。このいや、怪我、虐待、病気、麻痺。ああ、じゃあもうね、バルガスさんにね、無事に使ってね。あら、これは届けば勝ち。届かなかったら死亡。で、結構オルタナが本当に強くて。確かに、まだ残ってましたね。そう、オルタナ、はい、余裕じゃないですか、これ結構。だから狙われなかったらまた、ね、よかったんですけどね。ラムザーだけちょっとね。ね。ああ。残念ながら一個チャレンジ逃しましたけど。いや、おめでとうございます。あの、いや。まあ意外とね、だからその三ターンごとだけ注意して、はい、その三と五の倍数以外の2の倍数、はい、なんていうの。なんて言うんだろう。でもそれ以外言い方がない。なんか言い方がない。なんかあんのこれ。なんですかね。わかんないけど、わかんないけど、まあ、なんかガードはしない。はい、だってその8ターン目に それ用にガードして9ターン目にもガードしたら結局なんかね自力なんで。確かに、まあ、基本的には3ターンごとだけちょっと、はい、ちょっと気をつけて、うん、あとはゴリ押す。ゴリ押す、なるほどですね。でも今のであれかな、はい、20ターン以内はクリアしてるかな。聞いてますね。うん、おー、確かに。あとはまあ狙われないことを祈るって感じですかね。そうですね。戦闘不能とあとアイテムがもうでもそれよりもだいぶ厳しそうですね。本当そうなんですね。あー、やだ、まあ、だからランシア入れてもいいし、うんうん、なるほど、はい、いやー、でも20ターン以内なんかちょっと見えてきました。お、気がする気がする。あとはよくいるのが、はい、あのアグニの部分をランシアにして、はい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 、みんなでその怪我付与するっていうスフィア。あ、それで相手の怪我を誘う。なるほどなるほど。いや、今回ちょっと怪我にかもならなかったね。 60% でならないもんね。そうですね。 60% でならなかった。ちょっと引きが、うん、ちょっと引きが。ただまあでもそれをつけちゃうと、はい、そのダブルスフィアだったらいいんですけど、うん、普通のスフィアだった場合はその攻撃防御が上がらないとかあるんで。確かに。あ、若干なんかどっか怖いですよね。怖いですね。いやー、でもなんかすごい安定してるように見えたんで。そうですね。だからオルタナ使いながら削っていくのがやっぱすごく強い。結構方向に感じる。ほー、勉強になりました。はい、ありがとうございます。はい、次回までにクリアしていきたいと思います。ので、なんですけど、はい、あのぜひ私のことをフォローしていただいて、ぜひ、欲を言えばなんですけど、強いバルガスの人をフォローしてください。よろしくお願いします。よく言ったな。はい、今日はもうたくさんお勉強したので、本当に頑張りたいと思います。頑張ってって思う方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お願いします。いや、もうもらえたら頑張ります。いや、もらえなくても頑張るけど、もっともっと頑張るのでよろしくお願いします。ということで、また見てください。またね、バイバーイ。ありがとうございました。お疲れ様でした。やろ、家で。